2011年撮影。ニュージーランドの三種の勲章を配用するニュージーランド国王はニュージーランド王国の原種たる君主である。イギリス国王が兼任する。現在の国王はイギリス女王であるエリザベス2世。通常はニュージーランド総督がその業務を代行し、エリザベス2世はニュージーランド訪問時にのみ、ニュージーランド女王として振る舞う。 エリザベス2世紀のニュージーランド女王としての正式な称号は1974年国王称号法第2条によるとエリザベスザ・セカンドバイザ・グレース・オブ・ゴッド・クイーン・オブ・ニュージーランド,アンドハー、アザ・アレルムス・アンド・テリトリス、ヘッド・オブ・ザ・コモンウェルス、ディフェンダー・オブ・ザ・フェイス・神の恩寵によるニュージーランド並びにその他の小王国及び諸領土の女王、イギリス連邦の元首。 信仰の擁護者、エリザベス二世である、ニュージーランドの法律、ニューエおよびトケラウにおいても、効力を有し、また、クック諸島においても、クック諸島法の一部として、効力を有する。ありがとうございます。